ドジャース大谷翔平、古巣、エンゼルスと初対決へ。今日からドジャースタジアムでエンゼルス2連戦を迎える。両日とも日本時間午前11時10分に試合開始予定である。やっちゃえ、エンゼちゃん。トラウトおらんの？トラウト怪我らしい。翔平よ、高みを望むならまずは俺を倒してからだ。グラスノー、大谷、フリーマンの相手ならトラウト、レンドンぐらい必要だろ。ウォードがチームの顔なのか。なおエンゼルスは現在10連敗中。感動の再開？エンゼルスって今どんなもんなのかと思って調べたら借金16なんだな。貯金17のドジャースと正反対のチーム。5回ぐらいまで5点差の半でやれよドジャースは、久しぶりの直江が見たいわ。土日に試合やるのありがたいわ。絶対リアタイする。ご視聴ありがとうございました。